これさんこんばんは。僕ああこんばんは、はい、今アイドル見たくしてて推しメンに振り向いてもらいたいんですけど。アイドルに振り向いてほしいってこと？はい。な振り向くって何？どういう意味？その好きになってほしいってこと？恋愛的に。そうですね。両思いになりたいんですよ。やっぱつながるとかじゃないんですけど。え、つながるではないの？なんかそう付き合いたいとかじゃなくて？ではない。そういうわけではないんですけど。はあ、じゃあどういうこと？応援してるんで、つながるとかじゃないんですけど。じゃあ何になったら振り向くってことなの？アイドルが。君に対して僕のことを一番に考えてくれるみたいな。キモすぎる。いやそれつながりでもつながりたくはないの。キモとはひどい。いやだってまださつながりたいの方が分かりやすいんだよ。その会って恋人になりたいみたいな、ファンにはあの申し訳ないけど裏で会って恋人になりたいとかって分かるんだけど、ただそうじゃなくて僕のことを一番に大好きになってほしいって無理くない？だってまあその方法がないよ。つながりたいとかではないんですよね。やっぱ応援してるっていうのはあるんで。うーんってなるとマジでもうなんだろうな、まずそもそもアイドルがあなたのことを存在すらも知らん可能性があるから、ってなるとまあもうなんか汚い話ですけど。何？最善管理なんで。あ、毎回あのアイドルのライブの一番前にいるんだ。あ、そうです。あ、でもそれだけじゃね、正直あれやから。まあじゃあなんかもうほんと汚い話だけど、なんか貢いだりとかね。あ、クソほど貢いでます。おいくらぐらい貢いでんの？月30、40ぐらいじゃないですか。でもそれでも一番になれないの？あ、一応 TO です。トップウォーター。はい。まあ、もしかしたらその自分のことを全力で応援してくれてるから、めっちゃいいファンで、しかも貢いでくれるからめっちゃいいファンって思ってくれてるかもしれんやん。大好きかどうかは知らんけど。あ、はいはいはい。それだけじゃダメなの？ダメですね。やっぱつながるっていうのは違うんですけど、なんかだからつながらないと人のこと好きになれんくない？じゃあ君はさ、なんかよくわかんないさ、会ったことない人のこと好きになれんのって話で。ああ、なれないでしょ、大好きに。いやでもいるじゃないですか、配信者でオフパコしたりとか。見たこと、会ったことない人と。いやそこ別に好きがなくてもできるじゃん、だって。ああ、まあまあまあ、うん、やっぱ顔っすかね。いやまあ君の顔がどんな顔か分かんないからね、俺はね。なんか見せてくれんの？あれって言われ、ミッキーみたいな感じに言われますね。ミッキーって YouTuber の？はい。ほんまかよ、お前。ミッキーチャンネルではないですけど。分かってるよ、あのミッキーオーダーのミッキーでしょ？ってことはまあまあイケメンや。まあまあイケメンで、なのに月30も稼いでるけど、まあ相手から何のアクションもないと。はい。アイドルは誰かとか言えないの？いやー、言えないですね。言えない。いや、もしかしたらね、俺の情報網で、実はそのアイドル、彼氏がいるかもしれないっていうね、あれが出せるかもしれないけど。うん、知らない。もしかしたら彼氏持ちかもしれないよ、彼氏持ち。おめえの30万、彼氏とのデート費になってました。わかんない。それちょっとは、もう、うつ病になりますね。わかんないからね、本当に。前、ひよりちゃんをしてたんですけど、僕。ほう。アテンドしてほしいです。いやいや、前でしょ、それ。今の話やから、言ってんの。ああ、前ですね。いや、まあ、だから無理だよ。大好きになると。あれです。コレクトの方が僕は良かったです。うん。何の話やねん。今の話してんやから。うん、まあ、だから、そういうなんか気持ち悪いとこだよな。ああ、すいません。うん。やっぱね、ちょ、今気持ち悪いとか出てるわ。あ、マジっすか。まあ、あと、どんだけ貢いだからっつって、やっぱりそういう気持ち悪いとかあるから、根本的に。お前のこと好きになることはないんじゃない？まあ、どんだけ貢いだら無理やろ。諦めた方がいいですね。まあ、まだつながりの方があるかなと思った。普通に会話にならん、マジで。すごいね、月に30って。